岡崎慎吾さん、こんばんは。レオンさんが言われているミドゲーというのは、バスロットのベイト、ミドルクラスパワーと、スピニング、ML パワーでできますか？専用ロットみたいなものが必要ですか？ミドルゲームっていうのは、ジャンルの名前なのね。ジャンルっていうのはタックルジャンルの名前。ライトゲームもタックルジャンルの名前で、魚種ジャンルの名前じゃないよね。魚種ジャンルだとアジングっていうのがあるよね。メバリングっていうのがあるよね。アジングロットとメバリングロットは特性違いますよね。これが専用ロットという意味ですよ。でも、ライトゲームっていうくくりで言ったら、どれが専用ロット？アジングロットのことをライトゲームロットとは言いません。あれはアジングロットです。でも、ライトゲームって幅広いんですよ。アジングもメバリングも、エギングも、シーバッシングも、全部ライトゲームなんです。ところが、近年、ライトゲームに対する認識が細く軽く小さくなってきた。だからかつてのライトゲームが含んでた、竿の強さ、糸の太さ、ルアーの大きさ、ウェイトが認識がね、昔のライトゲームとずれちゃったから、ミドルゲームという新たな分類分けがね、必要になったということですよ。もっとわかりやすく言うと、今、ここ4、5年でルアーゲームを覚えて、アジングなりメバリングからのライトゲームから入った方っていうのは、特にアジングの場合はそうなんですけど、使用するジグヘッド最大何グラムですか？だいたい2.5グラムなんだよね。よく言って3。もう4グラム、5グラムのジグヘッド使う人なんかほぼいないよね。だから僕が今言ってるミドルゲームっていうのは、かつてのライトゲームの中に含まれてた、ウェイトで言うと3グラムから15グラムの間。扱うルアー、ウェイトが3から15。ラインで言うと0.5号から1.2号ぐらいまで。あとはまあルアーの大きさ。アジングだと1.5インチとか2インチのワームで言うとね、主流になってるけど、これが3インチ、4インチ使うのがミドルゲーム。こういうふうに考えてください。で、何をどこで何を釣るかはまた別の話でしょ。足場の低いところで、でっかいカサゴを釣るのに、ね、何フィートの竿を必要と。真下の敷石際を、割と距離も近いところで、ちょっと波が来たらザザッとこう、波が駆け上がってくるようなところのすぐそばのゴロタの中で、でっかいムラソイとかでっかいカサゴを狙おうとしたときに、0.5号、0.6号の糸だとガーン潜られて切られるから、僕なんか1号使うわけね。で、リーダーも4号とか使うわけね。だけど、使う竿を考えて、そこに7フィート半とか8フィートとか9フィートの竿がいるかって言ったらいらないよね。6フィート竿ぐらいの竿でいいよね。だから僕なんか5.2フィートのエルセーラとか6.7フィートのサビアを使うわけ、そういうところ。ところが、海面から足元までが5メーターもありますよという堤防で5フィートの竿を使った時にいい魚かけて抜こうと思っても堤防の高さいっぱい抜けずに壁にゴーンと獲物が当たってうわーって糸持ってこうやるしかなくなるよね。そうすると7フィート半ぐらいあるとなんとかガーッと下ろしてよいしょって堤防の上に持ち上げることができるじゃない。だから専用ロットに対する考え方っていうのはその魚種で選ぶんじゃなくて、ロケーションで選ぶわけ。だから、あえて、ミドルゲームの専用ロットというなら、その強い糸が使える、ティップ系。そこそこ大きい魚。50、70ぐらいまでの。2キロ、3キロぐらいまでが来てもなんとか取れる。でも、20センチぐらいの200グラム、300ぐらいの魚でも楽しいよ。2キロが来ても取れるよ。というところにパワーセッティングしてやる竿が、まあ、あえて言うならミドルゲームロットですよ。と考えると、あなたのご質問にあった、バスロットでいけますかっていうのはね、正解なんだよ、ある意味。ミドルゲームの場合。ね。バスロットのベイトの M クラスで、実はあって、そこがね、ここ数年僕が言ってるね、ミドルゲームというジャンルのね、概念だと、思ってください。ただ、じゃあ専用ロットってないのねって言われると、ちょっと違う。例えば、バスロットの M クラスで、
20センチ、25センチの魚釣って楽しいかっていうと、ちょっと首かしげない？バスロットでいうところの M クラスは、やっぱり普通に50センチとか55センチのバスを釣るようにできてるから、それでじゃあ20センチのメバル釣って、25センチぐらいのメバル釣って、カサゴ釣って楽しいかと言われれば釣れるんだけど、普通で釣れるけど、楽しいかと言われれば別だから、僕らが言ってるソロトでいうところの、ミドルゲームロッドっていうのは、例えばうちの橋本裕介君がね、監修してる、うち今まだテスト中でね、製品にはなってませんけど、ミドルゲーム専用ロッドの77というモデルは、瀬戸内の夜の堤防から5グラム、7グラム、10グラムのジグヘッドを本流ど真ん中へ投げて、水深15メーターもあるようなところを落とし込んで、流れの中でボトムを感じつつこうやろうとしたときに、バスロットの M クラスのチップで、そのボトムが感知できるか。で、流れていくものを加える魚ってガツンと来ないのよ。ふわっとかもわっとかしか来ないの。その魚のバイトを的確に捉えることができるかっつったら、これは首かしげる。となると、その瀬戸内のナイトミドル、マダイゲーム、キジハトゲームの場合は、やっぱりね、メバルロット並みのリグウェイトの負荷がこう、手元で感じれるぐらいの繊細さはティップに欲しいわけ。ところが、大きいのをかけると、マダイだから70センチ、80センチもあったりするわけ。キジハタでも40、50なんても来ちゃうわけ。しょっちゅうじゃなくても、いざという時にはドーン。それが来ても安心してやり取りができるような粘りとパワーは必要。だから、あんまりショートロットは向かないんだよね。竿って短ければ短いほど、でかい魚とのやり取りがね、ラインが細い場合ね。細いラインを使うと、短い竿だとラインに負担かかっちゃうから切られちゃう。でも、長い竿だとラインが少々細くても、竿が仕事する。切られない。これちょっと、やったことなくてもいいから想像してみて。磯竿ってあるよね。ビヨンビヨン曲がってるよね。よく、磯竿で、こう、でっかいメジナとかタイかけてる人の写真見て、こうやってるよね。こんななってるよね、竿は。ここで、U の字書いてるよね。これ、ルアーロッドでやったら一発で折れるよね。パキーンって。でも、磯師の人って、90度以上。ね、これが90度でしょ？竿、ガーッと曲がって。90度以上曲げてなんぼって言うからね、磯の人は。こんな曲がり方だからね。そこまで曲げて、初めて魚のこう突っ込みを長いストロークで、このビヨンビヨンでいなして取れる、というように作ってあるわけね。それは長さの勝利ではあるんだよね。7メーターとかあるから、竿が。そうやって考えたときに、わずか5グラム、7グラム、10グラムぐらいのリグを使って、流れのある本流のボトムを攻めて、操作感を得られつつ、なおかつ大きな魚まで取れるようにしようと思ったら、いくら短くてもね、7.5フィートぐらいが限界だっていうのが僕らの考え方。だから、今の橋本裕介君に任せてるのが、7.7フィートというね、そういうナイト堤防で、本流の釣りをするときのビッタシの、レングス。で、僕は僕で、北海道から沖縄まで、いろんな場所でミドルゲーム的な釣りをするので、そっちはほら、アンジュレーションが選べない。バカ高い堤防に行くかもしれない。巨大テトラの上でやるかもしれない。磯の高いところから投げるかもしれない。だから僕が受け持ってるのは、橋本裕介が普段やらない場所で僕やるので、僕が8.8フィート。88のミドルゲームロットっていうのを作ってる。発売はまだまだ先の話ですから聞かないでください。